思い出しながらやっていきましょう、はい、それではこちらに始めますけども、こちら入っているのがそば粉になりますね。これが 350g のそば粉ですね。これだけだと10割そばできるんですが、どうしてもねボソボソした食感になったり短くなったりしますのでね、つなぎを入れます。そちらね、うちであるのがつなぎですね。つなぎの小麦粉、強力を使ってます。強力粉 150g、 合わせて 500g で7対3で7割そば作っていきます。ではそば粉の中にね、こちらですね、熱湯なんですけども、真ん中でいいです。全部入れてください。真ん中に入れたら、真ん中に入れたらよくお箸で混ぜてください。はい、上手。全部入れていいよ。はい、そしたらね、お箸1本ずつでよく混ぜてください、うん、はい、ぐる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 ね、よく混ぜてください。はい、いいですね。飛び散らないようにしてね。なるだけこぼさないように。そうです、お姉ちゃんみたいに、ね、周りの粉っぽいところもよく混ぜ合わせてください。そうすると水分が均一にいきますのでね、よく混ぜてください。はい、おそばはね、できるだけ始めたら短い時間にやることを、美味しいおそばができますので、ね、全ての作業はね、早めに仕上げると、テキパキと、そうですね、美味しいおそばできますのでね、頑張れ、みんなでね協力して、ちゃんとこの芋が、いい匂いがしてきた、お粉の色がまたね、一色になるようによく混ぜてください。わー、ごめんなさい。いけるかな？1本ぐらい少なくなったかな？はみ出さないようにしてね。白いのと混ぜ混ぜして、色が同じになるようにしてください。うん、よく混ぜて、覚えてないかもしれない、うん、2年ぐらい前、3年ぐらい前だっけ、うん、覚えてないね。でも面白かった。写真撮ってあるから、ほら、こっちは予算しないよ。うん、できた？できた。